今日もイカキングの周りにはたくさんの人が集まっています。能登町に去年春設置されたスルメイカのモニュメント、イカキング。町が国の新型コロナ対策の交付金2500万円をつぎ込んだことで賛否両論ありましたが、今ではすっかりおなじみの存在となっています。今日どちらから？東京です。でもいいと思います。観光スポットになってるんで。県内から訪れた人からもこんな声が聞こえました。6軍の価値がある、全くその通りです。ちなみにイカはこれ見たの初めて？今回。いや、前にも来てる。2回目？2回目です。リピーター？リピーターです。能登町はイカキングがもたらした経済効果はおよそ6億円に上ったと公表。すでに2500万円の元は回収できたと胸を張ります。ただ一定のものを出せたっていうところは、説明責任を果たせたと言えるんではないかなと。そう話すのは町役場の担当者。海外メディアも取り上げるほど賛否両論あったこともあり、イカキングの経済効果検証は行政としての説明責任を果たせたといいます。たくさんのお客様に来ていただいてまして、すごく効果があったなと感じています。イカキングに充てられた新型コロナ対策の臨時交付金、実はその使い方については十分な検証結果を公表していない自治体がほとんどでした。国の会計検査院は交付金を受け取った自治体の半分にあたるおよそ1000の自治体を調査し、759の自治体が効果の検証結果を公表していなかったと指摘しました。能登町がイカキングの効果の検証を公表したことで安心した人がいます。特に町民の方、私も町民なんですけど、それも含め複雑な気持ちが少し雲が晴れたかなっていう。イカキングがあるイカの駅つくもーるの林駅長です。イカキング設置以降、飲食、物販施設の売り上げは絶好調だといいます。最初はイカれていたんですけど、とてもイカしたイカでないかなと思って、ぜひまた見ていただければと思ってるんですが。能登町小木の工房、ここで作られているのはイカの駅で販売されているお土産、イカせんべい。行動制限がなかったこの夏は例年の3倍近くを売り上げ、お店はイカキング効果を実感しています。コロナ禍でこうイカキングがなかった、お店の売り上げとかってどうなってますか？出たと思いますね。本当にありがたい存在ですね。本当にできてくれて、うちとしては、感謝してますし。実際にその効果を発揮しているイカキング。一方、同じ能登町でもイカキングから10キロほど離れた輸出地区で取材してみると、あれが良かれ悪かれ全国的にされるようなことを考えると、ああいうものがまた施設にもできれば。イカキングを羨ましがる一方、その人気にはあやかりたいようで、こういう、あれを作って販売してますので、毎年デザインを変えて、一つのアイテムとして考えたいなとは思いますよね。イカキングのこういうものもちょっと、一つの観光土産としてのことは考えられるよね。別の店からは、道聞いた人が、150円のかりんとう2袋買って300円の経済効果ありました。それだけ。それだけです。はい、一回行ったらもう次行きたくないと、行かんでもいいわと思うとこやがいね。それは面白くないって。一回行ったらもう一回行こうかなと思うような、なんかそういう、それは何って言われてもすぐは答えは出んけども、なんかそういうもんの方が、持続性のあるもんが余計いいんじゃない。
設置から1年半が経ち、いまだ衰えることがないイカキングの人気。賛否両論の末につかんだそのブームが1回だけで終わらないことを願うばかりです。さあ、でですね、こちらご覧ください。イカキング制作中の写真なんですけれども、今回イカキングのことを取材するにあたって、これを制作した企業にもお話を伺ってみました。賛否両論あったイカキングですが、担当者の方は制作させていただいた作品を結果的にたくさんの方に見て楽しんでもらうことができて、この事業に携われてよかったと、その一言につきます。もちろん経済効果の発表で数字的にも効果があったと証明いただいたのも嬉しいですが、実際にお子さんが楽しそうに遊んでいる様子を見たりすると、制作会社としてこんなに嬉しいことはありませんというようなコメントを述べていたということです。イカキングの人気どこまで続いていくのでしょうか。